こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで人が消えるようなエフェクトの作り方についてシェアしていこうと思います。映画などでよく見る人がだんだん消えていくようなエフェクトを今回は写真で作っていこうと思います。かっこいいポスターなど作るときに使えるエフェクトなので、ぜひ参考にしてやってみてください。このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目の背景の写真を作るために人を消すをやっていきます。はい、では今回使う写真がこちらです。こちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので、概要欄に URL を載せておくので、同じ写真で練習したいという人はぜひダウンロードしてやってみてください。でこちらの写真に写る被写体を消すようなエフェクトを作っていくのですが、後から被写体にレイヤーマスクを使って背景が透けているようにします。そのためにも一番下の背景となるレイヤーはこちらの壁だけにしたいので、ここで一旦被写体を消します。では被写体を消すためにまずツールバーにあるオブジェクト選択ツールをクリックします。もしない人は右下に三角マークがあるツールを長押ししてこのように探してみるか、あとは点々点を長押しして探してみてください。ではオブジェクト選択ツールをクリックします。そして上のオブジェクトファインダーにチェックマークが入っているのを確認して、被写体にカーソルを持ってきます。そうするとこのようにピンクになるので、こちらでクリックします。そしてこのように選択範囲を囲むことができるので、このままシフトを押しながらバックスペースを押します。そうするとフォトショップが自動で被写体を認識して、被写体と壁の境界線も結構きれいに消してくれます。でこのやり方は少し前のアップデートでできるようになったのですが、気をつけたいのは背景レイヤーが1枚の時にしかできないので、他のレイヤーがある場合はこのやり方は使えないので注意してください。でこのように少し残ってしまったところもあるので、そういう時はツールバーにあるスポット修復ブラシツールをクリックします。そしてこのままなぞっていくと、このように、若干なくなる部分もあるかもしれないのですが、こんな感じで綺麗に消すことができます。なのでこのように消していきます。でそうするとこのように被写体が消えて壁だけの写真を作ることができました。ではこちらの写真を背景に置いて進んでいきます。では2つ目に元の写真を2枚複製するをやっていきます。でここで先ほどは背景のレイヤーだけを入れて消す必要があったので、今1枚のレイヤーしかないのですが、元の写真ももちろん必要なので入れていきます。では写真が入っているフォルダを開いて、こちらの写真をクリックしてドラッグしてフォトショップに持ってきて離します。そうすると元の写真も入れることができたので、このままエンターを押して確定します。そしてこの写真はもう1枚必要になるので、このまま入れた写真のレイヤーをクリックしてコントロール J またはコマンド J を押してもう1枚複製していきます。そうすると2枚元の写真を入れることができました。では分かりやすいようにそれぞれ名前を付けていこうと思います。下のレイヤーの名前を変えていくために、名前のところをダブルクリックして、こっちが内側になる方なので内側、そして上の方が外側の反映をしていくので、またダブルクリックをして外側にしておきます。で3つ目に下のレイヤーにレイヤーマスクを使ってブラシで塗るをやっていきます。では一旦上のレイヤーは必要ないので、非表示にするために目のマークをクリックして非表示にします。そして下の内側というレイヤーを使って被写体の半分を見えなくなるように、消えているようなエフェクトにしていきます。では下の内側というレイヤーをクリックして、レイヤーマスクを加えるために下のレイヤーマスクをクリックします。そして被写体の半分だけが見えなくなるようにしていきたいので、ツールバーにあるブラシツールをクリックします。そして消していきたいので色は黒にしていきます。でブラシの種類はソフトエンブラシにして、そして被写体の半分、左半分をこのように塗って消していきます。でこのように半分だけ消すことができたら、ここから消えているようなエフェクトにするためにブラシを変えていきます。では上のブラシのところをクリックして、今回は下の特殊硬化ブラシの中にある
ファイルの羽ブラシ、調節羽に変えます。そして今このブラシを使うことによって消えてるようなエフェクトに見せることができます。でブラシのサイズは結構小さくした方が綺麗に見えるので、まあ、50ぐらいにしたいと思います。そして一旦閉じます。で一旦塗ってみるとこんな感じで、まあ、ちょっと消えかけているような効果を反映させることができます。では少しズームするためにコマンドプラスを押してズームしてスペースキーを押してちょっと動かしていきます。そしてこのブラシを使ってこんな感じで塗っていきます。そうすると細かい粒のような感じでブラシを反映させることができます。で左側を見せるために今度はブラシを白に変えたいので X を押して白に変えていきます。そしてこのように塗っていくとだんだん見えるようになってくるので、まあ、このようにして塗っていきます。でこの時に被写体に近いこの右側はちょっと暗めに、そして左に行けば行くほどこの粒が減っていくような感じのグラデーションにすると結構綺麗に仕上がります。はい、ではこのようにブラシで塗って少し消えているようなエフェクトにすることができました。では一旦ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーでこちらがアフターです。下の背景が透過して見えるようになるのでこんな感じの透け感を出すことができました。では4つ目に上のレイヤーはフィルターの歪みで引き伸ばすをやっていきます。ではここからは被写体が元からいなかったこちらの左側のところにも飛び散っているような感じで見えるようにしていきます。ではまず被写体が実際左側にいる必要があるのでフィルターの歪みを使って被写体の左側を伸ばしていきます。でフィルターの歪みについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。では上の外側というレイヤーを表示にしたいので目のマークをクリックします。そしてこちらの外側のレイヤーをクリックしているのを確認して上のフィルターから歪みをクリックします。そして左上の前方ワープツールをクリックしてこのまま被写体をクリックしてドラッグしてこんな感じで伸ばしていきます。まあ、ここら辺は後からちょこちょこ見えるぐらいなのでそんなに綺麗に丁寧にやる必要はありません。もうざっくりで OK です。こんな感じで引き伸ばすことができたら OK をクリックします。そうするとこのように左側だけを引き伸ばすことができました。では5つ目に上のレイヤーもレイヤーマスクを使ってブラシで塗るをやっていきます。では先ほど引き伸ばしたこちらの外側のレイヤーにもレイヤーマスクを使って一部だけ見えるようにしていきます。では外側のレイヤーをクリックしているのを確認してレイヤーマスクをクリックします。そうするとレイヤーマスクが加わったのですが、今レイヤーマスクは白になっているので元の写真が見えている状態になります。なのでこれを一旦見えなくするためにこのレイヤーマスクを反転していきます。ではこちらのレイヤーマスクをクリックしてコントロール I またはコマンド I を押してレイヤーマスクを反転させます。そうすると一旦外側の写真のレイヤーが見えなくなります。ではここからブラシツールを使って外側に飛び出ているようなエフェクトをかけるために先ほどと同じようにレイヤーマスクをクリックしてブラシツールをクリックします。そして今レイヤーマスクが黒なので見えるようにするためには白にする必要があるので X を押してブラシの色を白にします。そしてブラシは先ほどと同じでこんな感じで塗っていきます。そうすると元から被写体がいないはずのところにもこんな感じでちょん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 エフェクトをかけることができます。そしてもしはみ出すぎたかなと思ったらまたブラシの色を黒にするために X を押して色を黒にして上から塗っていくとこのように消すことができます。はい、ではこんな感じで人が消えるようなエフェクトを作ることができました。では全体のビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーでこちらがアフターです。
映画のようなエフェクトを写真で作ることができました。はい、今回はフォトショップで人が消えるようなエフェクトを作る方法を見てきました。まあ、結構難しそうに見えると思いますが、意外とブラシでレイヤーマスクを塗れば消えるような感じに見せることができるので、ぜひやってみてください。で、今回は人が消えるようなエフェクトをやってきましたが、他にも水彩画風にする方法だったり、スケッチ風にする方法も動画をアップしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。フォトショップで人が消えるようなエフェクトを作るの楽しそうじゃんと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。